YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。フレックスハイエンス宮城大阪店営業の榊原です。今回ご紹介していこうくらいはこちらの車両になります。新車ハイエース1スーパー GL ダークプライム2のクリーンディーゼル肉のお車で、こちらワイドボディのお車ご紹介させていただきます。はい、まずフロント周りからですね、トヨタセーフティーセンスのミリ波レーダーとパナロミックビューモニターのカメラ、こちらがインテリジェントクリアランスソーダーですね。自動ブレーキついております。はい、でカスタム内容なんですけど、まずこちらですね、コーナーミラーの方がボディと同色で塗装しております。でスポイラーですね、こちらフレックスオリジナルのデルフィーノラインのフロントリップスポイラー装着しております。はい、でこちらの車ですね、車高の方は2インチローダウンしております。なので通常のお車より約5センチほど低くなってますので、乗り降りもしやすく見た目もスタイリッシュになっております。でタイヤホイールですが、こちらグッドイヤーナスカータイヤにフレックスオリジナルのデルフの02ホイールですね、17インチ装着しております。はい、リアの部分ですね、まず上からデジタルインナーミラーのカメラで、こちらの方がインテリジェントクリアランスソナーがリアにも4点ついてます。はい、で今回テールランプの方がフレックスのオリジナルの、アルティメットの LED テールランプシーケンシャル仕様ですね、ついております。はい、こちらバックカメラも装着済みです。こちらのお車は、ワイドバンという形で5人乗りのお車、前半分が乗車のスペース、後ろ半分が荷室の空間になっております。でその荷室の空間にはフレックスオリジナルのベッドキットですね、タイプ2を装着しております。高さも5段階で調整できますし、簡単に取り外しできるので、お客様のお好みご使用に合わせてご使用ください。窓がついてますので、手動のスライドドアになっております。内装なんですが、ダークプライム2特別使用車ということで、シートがハーフのレザーシート、天井であったりピラーが黒で統一されております。はい、続いて運転席周りですね、まずこちらからいきます。デジタルインナーミラー、メーカーオプションついております。ここ押していただくと通常のミラーでも使っていただけます。はい、でナビの方がアルパインのビッグ X ナビですね、11インチ。はい、バック入れていただきますと、このようにバックカメラとパナラミックビューモニター映ってますので、駐車も簡単にしていただけます。はい、ダークプライム2なんで、この辺ですね、ステアリングシフトであったりナビの周りもマホガニ調の加速が特別でされております。はい、で助手席のエアバッグと EC100V コンセントもついてます。で足元にもちろん ETC もあるので、そのままお乗り出しいただけます。でしょうか。こちらのワイド版ですね、ディーゼル肉のお車、かなり希少なお車入庫いたしました。気になった方はぜひ南大阪店までお問い合わせ、ご来場の方お待ちしております。またご納車の方も最短2週間で可能となっておりますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。